これからはおもちゃを大切にします。どうぞゆっくり休んでください。郡山市の宝幼稚園で今日行われた70年続く恒例の行事、おもちゃ供養。物を大切にする心を育てようと、壊れてしまったり、子どもたちが遊ばなくなってしまったりしたおもちゃに感謝し、供養します。感染拡大前までは園児全員が参加しての供養でしたが、去年に引き続き、今年も感染対策として年長の園児のみ参加しました。こちらの幼稚園では園児の登園時にその日の体温、体調のチェック、こまめな手や指の消毒をはじめ、食事の時にはパーテーションを設け、おしゃべりはせずに黙食、換気も十分にしています。さらには今までは朝自由にお部屋を好きに行ったり来たりしてたんですけども、自分のクラスでちょっと当分の間遊びましょうとか。県ではまん延防止措置終了後の昨日から今月18日までの間、子どもと高齢者を対象にオール福島感染対策総点検キャンペーンとして、感染対策の総点検を呼びかけています。その点検の際に県が活用を呼びかけているのが感染対策のチェックリスト。園児1人に対し毎日10項目が設けられています。そのチェックリストを見てもらうと、ないよりはあった方がいいのかなとは思いますけども、やはりそれを毎日やるっていうのは先生たちもそれから保護者の皆さんも負担になるのかなと思うので、これをもう少し短く、小っちゃくするとか数を少なくする方がいいのかなと思います。子どもの感染をどのように防ぐのか、保育現場では試行錯誤が続いています。